皆さん、こんにちは。ともこです。いろいろと、えー、日本語を少しずつ勉強しています、えー。動詞の活用もこれからやっていきますが、今日はその動詞を助けるという働きがある、そういった言葉を勉強したいと思います。えー、例えば、私は行きたい。 というのはいくたすたいこのたいの部分え雨が降るらしい降るプラスらしいこのらしいの部分動詞の後に来る部分ですねえこれを勉強したいと思いますでえっとね日本の昔話で桃太郎というお話がありますその歌があります。 えまずは、えー、この歌を聞い,てください「桃太郎さん桃太郎さん」「お腰につけたきびだんご」「ひとつわたしにくださいな」「あげましょうあげましょう」「これから鬼の聖つについてゆくなら」 あげましょう私が勝手に歌っているので、えっと、著作権などは大丈夫だと思うんですがえこの曲にちょっと言葉を変えて今から歌います「レ・ルラ・レ・ル・セル・サ・セル」「泣いたいたがる・そうだよだ」「ダ・タ・しいですますよ え最初の、レるルラレル。これは、レルラレル。受け身系。私が選ばれる。選ぶプラスレルラレル。可能である。食べるプラスレルラレル。食べられる。私は納豆を食べられる。それから、うん、敬語。 先生が書かれる次の「セルさせるは」は私益娘に書かせる書くプラスセルさせる考えさせてください考えるプラスセルさせる「ねえるられるセルさせる」「ない」 否定でない笑わない笑うプラスないたい映画を見たい見るプラスたいたがる今度は人が娘が東京に行きたがる行くプラスたがる行きたがるそうだ 雨が降るそうだ降る足すそうだなんか人から聞いて言ってるのねあとは雨が降りそうだもう今にも降るよと自分でわかる推定します「ようだまるでボールのようだこれは例えですねまるで何々のようだ 他に、雨が降るようだ、またこれ推定します。で、そうだようだなとは、だたらしいだから、だは、えっ、ー、と、断定のだ。うんと、今日はいい天気だだ。たは、過去形のた。昨日は、寒かった。寒い、プラスた。寒かった。 らしいこれも推定今日は雨が降るらしい」人から聞いて推定するですますよですますは丁寧な言葉ですね。から「よう」うとか「よう」っていうのはえっと自分で「よし日本語を勉強しよう」自分の意思を表したり。 一緒にカラオケに行こう行行ここううううのう行くすすなんですね行こうとお誘いを表したりえこれが、えー、それぞれ動詞も活用するしこのえ助ける動詞を助ける言葉も活用するんですがまあこういう言葉があるということを、えー、今日の歌で、えー、とちょっと頭に入れといてください。 では、最後に、えっと、一緒に歌いましょう。いくよレール、ラレル、セル、させる、泣いたいたがる、そうだよだ、だ、ったらしいですますよ。見てくれてありがとうございます。またね